やっほーやっほー。今日は新潟総踊りさんのリハーサルをしてきました。こんばんは。リハーサルお疲れ様です。ありがとうございます。テラヒナルームから来ましたね。ヒナ配信してたよね。ちょっとだけ聞いてた一瞬。こんばんは。お疲れ様、ありがとうございます。ちょっとちょっくら踊ってきたので、すっごいボサ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 。日刊スポーツ買って、ああ、ありがとうございます。そうなんですよ、昨日ね発売の日刊スポーツ新聞さん新潟版で、あのサイギターの記事を載せていただいてて、ね、たくさんあのゲットしたよっていう報告ありがとうございました嬉しかったね。すごく大きく写真がこうバーッとあの載せていただいて嬉しかったです。ありがとうございます。お疲れ様、ありがとね。 NST 松井さん嬉しい。あ、そうなんですよ、先ほどねあの公式ツイッターの方であのツイートをしていただいてたんですけど、そう、 NST 松井さんに出演させていただきます。よろしくお願いします26日かな、26日に、ななみとはるかと私と青とヤヒの5人で、はい、出演させていただきます。あ、ありがとう。今日美白ってめっちゃ言われるんだけど、本当美白ですか？血色ない言い方悪くすれば血色ないね、ちょっとなんでまあありがとうございます。こんばんは。美白やったね。でもライトはいつもしてるかな。あ、リップが赤いからかな血色ない人みたいなちょっと、あと、ありがとうございます。定型文変わったら、あ、変わったのかな、わかんない、ちょっと自分だとわかんないんだけど、なんで勝手になくなっちゃったのかな。私何も変えてないんだけど、勝手に変わった。県外民だけど日刊スポーツも届いた。あ、本当ですか。え、早いね、早っありがとうございます。個人のパフォーマンスも楽しみにしててください、ぜひ。まあ、その前にね、新潟総踊りさんがあるので、ね、盛りだくさんですね今月。本当にリセットされちゃったみたいな。あ、定型文ね、なんかねそうっぽいよね。こんばんは、こんばんは。今回届くの早かった。あ、本当？すごい早いんだね今回ね。ありがとうございます、県外の方もゲットしてくださって。今日も可愛いですね、ありがとうございます。総踊りのチケット購入のリンク貼ってある、ね、あ、そうなんですよ。しょう、あれ、あれ総踊りだっけこれって、これってあ、総踊りだ、ほんとだ、貼っています。ショールームからもなんかこう購入できるみたい、すごいよね。ね、すごいよね、なんかショールームなんか左上、私から見たら左上にあるんだけどさ、すごいよね。ぜひぜひ見てください、配信で。こんばんは。リュートピアのも、あ、そうだよね、リュートピアのもあるよね。あ、どっちも購入できるの、すごくないどうなってんのか分かんないんだけど、私すごいですね。ギターイベント以来さやちゃんが頭から離れない。あ、本当ですか、ありがとうございます
嬉しいですね。はじめまして、はじめまして、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。そういえばさ、今日さ、アイスを食べたんですよ。そしたらなんか当たりだった棒のねアイスを食べたんですよ。前に多分ショールームで食べたやつなんですけど、食べたらなんか違和感があって、最後んって思って、その棒のやつを見たらなんか当たりですみたいに書いてあったの。すごくない？あのさ、前多分ビスイベントの時に食べてたやつ、緑のやつ、名前が分かんないんだけど、なんかコンビニのやつ、そう当たりが出た、チョコと、そうチョコとバニラのやつ、当たりありがとうそうラッキーなの。でもさ、なんかそれをさ、なんか持ってくの、なんか全然いいと思うんですけど、なんかそれを持ってくのってさ、ちょっと恥ずかしくない？この年だとちょっと恥ずかしくて、なんか迷ってる。そう、なんか嬉しいけど、なんかそれを交換しに行くのちょっとさ恥ずかしいんだよね私。え、みんなは交換しに行きますか？それ、え、もしさ、なんか当たりました、みんなさんだったらそれを買いに行きますか？あ、みんなする？あ、そうなんだ。交換しに行きますか皆さん。しない？私もちょっと迷ってて。ちょっと迷ってる。そうだいのリハーサル見て。あ、本当ですか？ありがとうございます。雨の中、ありがとうございます。行かない人の方が多いのかな。私もなんか当たったのを見て、あ、やったーって思ったんだけど、待って、これでも交換しに行く、なんかこれをなんか見せに行くのなんかちょっと恥ずいなと思って、なんか迷ってるところ。髪の毛綺麗です。いやいや、ありがとうございます。そんなことないけど、ありがとうございます。うん、そう、もうすぐ21歳なんで私なんかちょっとはずみたいな視聴者プレゼント、いやいや、うん、だからなんか嬉しい気持ちで終わろうかなって思ってる、正直。なんかさ、わかる？そのパッケージのさ当たりとかだったらまだいいかもしれないけど、食べたやつなんかさ、そう、食べたやつだからちょっと抵抗があるんで、それを見せるのちょっとさ抵抗あるなんかそう、入れ物とかさ、例えば箱とかで当たりとかならなんかわかるんだけどさ、それを見せるのわかるんだけどさ、食べたやつじゃん食べたやつだからなんかちょっとなーって感じ。うん、だからちょっとやめようって思ってる。やめますやめます。まあ いいことあるよねっていうことでそう、なんか棒のやつだからさ、やめとこう、捨てちゃおう。
でもなんかそういう当たり系のやつ久々だったから、なんかいいことあるのかなとか思った。こんばんは、こんばんは。しまっておいていいことあるかもね。いやー保管はしないですね。保管はしないかな。宝くじ買うしか、宝くじ買っちゃいますか。宝くじ、でも宝くじってワクワクしますよね。あんまり最近は買わないけど。ハートありがとうございます。お守り代わりですか。宝くじ昔2等当たったことある。え、すごくないそれ。2等なんか1等何億円とかでしょ。2等って結構えぐそう。え、すごすごいね。私全然当たったことない。宝くじ当たんない、当たんないです。こんばんは。ギター公演楽しかった、ありがとう。いいな、すごい。お守りって持ってる？お守りは持ってないです。1億円当たったら何する？何するんだろう。でも1億円か。何するんだろうな。とりあえず、家建てようかな。とりあえず家建てて、家建てて車買ってって感じかな。うん、そう、家買うわ多分一番に。家建てます。で車も買って免許を取る。ね、どっちも買うなら足りないかも。いや、そう考えるとえ、もうダメだ。1億円買ってから免許、そう。買ってから免許。車はどんなのか、いや、なんか全然私車とか詳しくないんですよ。全然なんか車の種類とか全然わかんなくて、本当になんかさ、みんなわかるじゃん、これが何の車だとかさ、わかるじゃん。私本当に全然わかんないんだよね、正直。本当になんか車のなんか見分け方が全然わかんない。うん、だからなんかどんな車欲しいって言われてもわかんなくて、うん、わかんない。え、でも何色がいいんだろうな。でもなんだろう、でもさ、若い時にしか乗れない車ってあるじゃないですか。ピンクとかさ、赤とか、なんかそういうのは憧れがある。20代のうちにそういう可愛い感じの車に乗りたいなとは思う。ピンク、ピンクも可愛い。ピンク可愛いよね。でもな、でも赤も可愛い。目立つかな。だいたいなんか車の色って白とか黒が多いじゃないですか。そう、スポーツカーとかも似合いそう。私スポーツカー運転できるかな。それ
こんばんは。さやには派手派手な車に乗ってほしい。派手派手？どういう車？派手派手って。レインボーですか。あ、ありがとうございます。派手派手な車ってなんだろう。スポーツカーに合う。スポーツカー乗っちゃう。ちょっといかつくないそれ。こんばんは。真っ赤とか、ああでも真っ赤は可愛いんじゃないか。まあでもなんかさ、形とかにもよるのかな、その車の。全然詳しくないからわかんないんだけど。ヤンキー車とはどういうやつ。私名前言われても本当にわかんないんだよね。LED がたくさんついてる。どういうこと？劇場のあの LED が車についてるってことですか？そういうこと？あ、車がまあなんかそういう映像みたいな感じ。ありがとうございます。高そうだねそれ。すごくないそれ、高そう。絶対の乗らないです私は。乗らないですね。こんばんは。うん、なんか可愛い、可愛い車でいいかな私。うん、免許取りたいな。うん、免許、まあでもいずれかは取りたいと思います。でも今はいらないかなって思ってる。うん、使わなそう。バラありがとう、ハートありがとうございます。なんか必要だなって思ったら買う、買う、買うっていうかその何、免許取るかな。でもなんか取れるか心配なんだよねすごく。テストとかなんかずっとしてないからさ、できるか心配。でもなんか運転は楽しそう普通に結構。でもなんかその筆記テストがちょっと不安ですね。こんばんは、こんばんは。ハンドル握ると性格出るらしい。え、そうなの？一回受かっちまえばこっちのも。確かにね、勉強しなきゃだよね。楽しい運転って楽しいんですか？楽しい人は楽しいかな。運転でもなんか怖そう。怖そう。慣れたら慣れたでなんか楽なんだろうけど、最初のうちとか結構なんか怖そう。なんかのほーんってした感じの道じゃないと怖そう最初のうちは。結構なんか都会とかのさ、なんかフィュン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 っていうさところはちょっと怖いかもしれないけど、なんか広々としてる、すごいあんまり車もいないような場所なら私でも結構ゆったりと運転できそうです。人が多いところは緊張する。え、緊張しそう。高速道路とか
怖そう運転が上手くなるには山道で練習だな。おお、ガチガチガチ勢。どうする、私がずっと山道で練習してたらあれサーヤじゃないみたいな、今の言われちゃったら恥ずかしいね。あ、逆に高速人がいないから楽な。あ、そうなの？そうなんだ。へえ。いいですね。でもなんかさ、一人で高速道路乗ってなんかさ、トンネルとかって怖くない？誰かがさいればいいけどさ、一人でさなんかトンネルとか怖そう。海沿い走ると気持ちいい。え、確かに良さそうだねそれ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。幽霊とかめっちゃ出るからね。あ、そうなの？すやんしそう。確かになんかさ眠くなりそうだよね。私絶対なんか免許取ったとしてもさ眠くなると思うんだよね。ぼーっとしちゃうからさ。あ、ありがとうございます。でも楽しそう運転は。結構イエーイって楽しそうではある。楽しそうか。でもさ、なんか音楽をさ聴きながら運転とかあるじゃないですか。なんかそれが私できるかなっていう心配なんだよね。なんかさ音楽を聴くことと運転をすることでさ2つ使うわけじゃん。なんかだからそれが難しそう。歌いながらさ運転している人ってどういうことなんですかどういうことだってさ歌ってるんでしょ。ローラーリレーリローラーってことでしょ。結構難しくないそれ。結構むずくない。弾き語りできてるから大丈夫。あ、本当。慣れれば大丈夫。あ、そうなの？ショールーム聞きながら運転中。ああでも喋り声はあどうなんだろうね。多分もしかしたら私なんか多分取り立ての時とかはなんだろうね、なんか親とかさ、まあ乗せたりするじゃないですか、きっと。それでなんか喋りかけられるとちょっと結構きつそう。ちょっと待ってみたいな。ちょっと待ってってなりそう。ね、こんばんは、こんばんは。運転が好きなら大丈夫。うん。料理しながら音楽聴くのと一緒よ。あ、それめっちゃわかりやすい。あ、そうか、そっか、そういうことね。めっちゃわかった今の。あー、なるほどね、そういう感覚なのか。そしたらできるね私もめっちゃわかりやす、そういうことか。なるほどね、理解した。すごく確かに料理するときって音楽かけるもんね。なるほどね、それならできます私もできます。言うて料理よりは命にかかる。確かに確かにそうなんだよな。運転ってそういうさちょっと
わーっていう部分もあるから怖いです。こんばんは。新しい車を買ってください。え、逆にください。逆にください。はい、こんばんは。私一台も持ってないので。今の車は楽。ほうほう。欲しいものリストに入れといて。あー、欲しいものリストね。欲しいものリストか、私つけてないわそれ。欲しいものリストでも一回作ろうかなって思った時があったんだけど、なんかめんどくさくてやめた。メンバーが運転するとこ見たことある？ないですね。ないです。乗せてもらったこともないし見たこともない。こんばんは。プレゼントで鍵を送ればいいのか。いや、やばいですそれ。どこの鍵か分かんないし。でもなんかこうメンバーがさ車の免許を取り始めるじゃないですか。すごいなんか焦るんよね結構。みたいな、置いてかれてる感というか、でも多分私が今撮ったところで絶対に使わないんだよね。絶対に使わない。使ってる未来が見えない私に。そう、バイクの免許を取るとか。でもバイクは怖いかもしれない。私バイク怖くない？だってもう単独行動じゃんあれ。怖いすごく。めっちゃ怖い。自転車の鬼こぎ、うん、自転車が一番いいですよね。安全、安全っていうかなんか。そう、楽。でも自転車ももう何年も乗ってないと思います私。ずっと乗ってないですね。だから乗れるか分かんない。さすがに乗れると思うけど、もうずっと乗ってないですね。乗り物に乗ってないです。それは嘘か。寺ひな免許取りそうだな。あ、そうなの？乗せてもらおう。バイクはよく怪我した。怖っ。怖くないそれ。でも自転車も結構怪我するよね。結構するよ。こんばんは、こんばんは。でもなんかその免許ってさ、なんか身分証明書みたいになるじゃん。だからそういう面では結構いいよね。使いやすいというかいいなとは思う。こんばんは。うん、そこはいいなって思う。めっちゃ自転車はよく川に落ちてたりしてたな。川に落ちることそんなあるの？すごくない？だるまありがとうございます。川に落ちてたの？大丈夫？よく川に落ちてたなーって。どういうこと？ちょっと私には分からなかった。大丈夫そう？大丈夫そうですか？
え、結構やばくない？川に落ちるってどういうこと？こんばんは。なんか私が自転車を乗ってて一番怖いのは、なんだろう、そのさ、道路、なんか道のさ、なんか段差と段差の間の隙間にそのなんていうの、タイヤが入っちゃった時になんかやばいってなるじゃん。わかるかな、この感覚。隙間、本当に変な隙間あるじゃん、よく。そこにこう入っちゃった時になんかってなるの、自転車って。あれが結構やばいですよ。あれあれ本当に危ない。私あれで何回も、もうえって死にそうになった時がある。そう、自転車の怖いところはそれ。もうなんか汗かく、冷や汗。そう、怖いです、あれは。でもそれ以外なら結構自転車はまあ好きですね。楽だし。でも新潟で自転車を乗ったことは一度もない。ないんだよね。スクショしたいです。いいんですか、こんなボッサボサで。イエイ。ちょっと今日ダメボサボサ。あ、雪とかね。雪ね。お洋服かわいい。え、ありがとうございます。もうロンティロンティ今日はダンスをしてきたので十分綺麗。ありがとう。今日はいっぱい踊って、あの総取りさんのリハーサルをしてきたので、実際に外で。でもね、雨が降ってて、だからね、一回レインコート着てやったんですけど、なんか暑くって結局みんな脱いちゃってたっていうそう感じでした。ファンになっていいですか？もちろん、ありがとうございます。そう、でも楽しかったから、あさってがね本番なんですけど、すごいなんか楽しみ、楽しみです。配信で見れるのでぜひ見てください。こんばんは。明日あさっては晴れなんで。そうなんだよね。だからこのままちょっと天気予報変わんないでいただきたいなっていう感じ今日ね雨だったから。うん、iPhone の壁紙にしていいですか？あ、全然いいですよ。これ今のこの顔全然いいんですけど、なんかもうちょっと漏れてるのでもいいと思いますもうちょっと漏れてるのでも、うん、配信見るね、ありがとうね。あさってね、楽しみだよね。で、楽しみ、本当初参加です、私。めっちゃ嬉しい。配信でね見れるのでぜひ見てください台風ね、台風ね、そうだよね。なんか台風とかがさ
近づいてくるとすごいなんか気圧のあれなのかわかんないけど、いつも頭痛くなったりする。かわいい、ありがとう。おすすめの写真はどれ？え、おすすめの写真？なんだろう、何がおすすめ？なんだろうね、なんだろう、ちゃんと私が身だしなみを整えてる時の写真。わかんないけど、あ、これ多分綺麗にしてるなっていう写真かな。人数で踊るオーサムすごい、そうそうなんですよ、そうなのです。頭痛で寝てました。え、大丈夫？辛い。ツイッターとかやってますか？やってますよ、ぜひフォローしてください。インスタもやってます。身だしなみ、そう身だしなみ今日ダメだからさ。LINE のさやギターの写真、あ、そうだよ、タイムライン更新しました。昨日4ヶ月ぶりぐらいに、そうタイムライン更新しました。見てくれたかな、さやギターイベントのオフショットをねたくさん載せたので、ぜひ保存してください、フォローしてください。うん、見た？お、ありがとうございます。ほんと久々に投稿したから、なんかみんな気づかないよね、言われなきゃ、言わなきゃ気づかない。見たついでにキャッピで遊んでた。ああ、コメントのやつ、コメントっていうかそのトークルームに何か送ると何か返ってくるんですね、言葉。そう。そうそうそう、いいねしてくれた、コメントしてくれた。まあ、ちょっとね、次は4ヶ月も開かないうちに投稿したいと思います。言葉のやつはまだ返ってないですね。だいぶ下に行ってたからトーク送っておきました。あ、ありがとうございます。一人公演終わって疲れ出なかった？疲れっていうかその筋肉痛になったよね、なんかふくらはぎが筋肉痛になったんですけど、まあでももう治ったかな。うん、次はハロウィンの仮装とかで、あ、タイムライン載せるやつ、どうしようかな、今年のハロウィン仮装。あ、そうだよ、10月18日にやるんですけど、おしゃべり会、その時にハロウィン仮装するんですけど、その2部がね完売になったみたい。ありがとうございます。そう、2部が完売になったみたい、まだ1部残ってるのでぜひ、あと10月10日の分が最終受付なので、ぜひそちらも二十歳ラストなので、ぜひぜひ今再販してるのでよろしくお願いします。そちらもよろしくね。そう、今年の仮装どうしようかな。去年はあの警察やったんですよ、警察官やって、今年どうしようかな。乾杯おめでとう、ありがとうございます、本当にありがとうね。迷っておる。まだ10月10日と10月何日だっけ、次その2部以外の日と部は残っているので、ぜひ、はい、ぜひぜひ、あ、16日か、ありがとう、10月10日と10月16日の分はあるので、ぜひぜひよろしくお願いします。コスプレ多くて誰がハロウィンだか覚えてない、確かに。でもなんかその
なんだろう、ハロウィンコスプレだから、なんか今年はなんかメイクもガチでやろうかなって思ってて、そのなんかもうハロウィンみたいな、なんかさガチガチハロウィンみたいなのやろうかなって思ってるので楽しみにしててください。まあでも何にしようかは決めてないです、正直。でもちょっといい感じにやろうと思ってる。どんぐりありがとう。何がいいかな、ハロウィン。去年はそう、なんかゾンビメイクの警察官やったよね。何がいいかな。そう、ゾンビメイクしたよね去年ね。ちょっと探そう。血のりとかこうやって貼ってうわーってやろう。あと確か去年はなんか口をこうやってグーってやった気がする、メイクで。そのまま遮ったもしてた。あ、そうだっけ、そのまましてたっけ。そっか、ゾンビメイクが結構ガチだったけど、うん、なんかね、あれ配信でやったんだっけ、ちょっとさ記憶がちょっとどっか行っちゃったけど、うん。画面切り替わった瞬間倒れちゃう。あ、そうじゃん、みんなびっくりしちゃうね。ちょっといろいろ探してみよう。ハロウィン仮装は結構ね楽しいんだよね。なんかイベントじゃん、だからすごいなんかワクワクする。リアルにしすぎないでね。リアルにしすぎないで。マジ、それはどうだろう。わかんない、その時の気分で。まあ確かにね、オンラインだもんね、握手会とかじゃないから画面でこう映ったら怖いか、それと話すって考えたらちょっと怖いかもね。こんばんは、こんばんは。でも確かになんか今回コスプレめっちゃしてるから、なんかそれなんか普段のなんかコスプレとはなんか違う感じを出したくて、ハロウィンはハロウィンだから、だからなんかメイク系をちゃんとやろうと思ってる。うん、なんかさ普通のコスプレだとさ普通のコスプレの日と同じになっちゃうじゃん、だからちょっとハロウィン感を出すためにちょっといろいろ頑張ろうと思います。画面から出てこないでね、出てくるかも。ガーって、出てきたらどうする。でも皆さんもぜひハロウィンコスプレしてみてください。貞子のコスプレだけはやめてね。それもなんかまた違ってくるよね。可愛くないし。可愛くない。いいね、ありがとうございます。ぜひ皆さんメイド服で。確かなんか1年目のハロウィンの仮装が赤ずきん、赤ずきんちゃんだったっけ、最初のハロウィンコスプレって。赤ずきんちゃんだった気がするんだよね。
であれ1年目じゃないか、1年目はやってないのかコスプレ、多分2年目が赤ずきんで3年目が3年目が警官、お疲れ様です、お疲れ様です。メイド服して、そう、メイド服みんな着てたらどうしよう、びっくりしちゃう。赤ずきんちゃんなんてやったっけ。うん、やったんよ、やったやったやったよ。握手会だった時だよ、まだ遊びに来てありがとうございます。赤ずきんちゃんやりました、帽子かぶってギターで弾いてみたい曲、曲なんだろう、でもいっぱいあるけどね。うん、いっぱいあるな。まあ、NCT の曲もまだ弾いてない曲ある、あるかあるかな。うん、ね、赤ずきん見た、ありがとうございます。マッシーと東京リベンジャーズのカフェに行ったの、うん、行きました、そう行った。でもね、私最近全然見てなくてちょっとにわかっていう、完全付き添いみたいな感じ。でも楽しかったですよ。なんかね、シールもらえたよ、シールとポストカードをもらえて、東京リベンジャーズのカホにあげたカホにポストカードは全部あげた。でもなんかシールは記念にケースに貼ってみた、スマホケースに貼ってみた。でも今思ったんだけど、なんか今日言われて思ったんだけど、貼らずになんかそのケースの間に入れればよかったなって思った。でもその発想がなくて今、あ、その時なくて貼っちゃったのよケースに、スマホケースに貼ったの。そう、そうだから結構ね目立つんだよね持ってて。しかもそのシールもシールで結構なんかシュールなんよね、なんかおしゃれ系のシールじゃないんだよおしゃれ系じゃなくてなんか卒業写真みたいなシールなのそれ。だけどなんか貼っちゃったんよね間違えて。そう、そう普通さ挟むやんそこ、でもそう間違えて貼っちゃってそのまんまなんだ。ドライヤーで温めながら、あ、そうなの、ねえ、ガチ勢って思われそうだよね。全然なのに怒られそう、ガチ勢の方にすいません。でもなんかせっかくもらったからなんかもったいないなって思って貼っちゃった。でも絶対これなんか一瞬で自分の携帯だってわかるからいいよね。でもなんかスマホケースをなんかすでに変えたくてなんかすでに変えたいからまあいいやって感じ。学生の時にハマったキャラクターはスヌーピーですね
そう、後先考えずに貼ってしまった。でもスマホケース買ったばっかっちゃ買ったばっかなんだよね。いつ買ったっけな、でも何ヶ月か前に買った気がする。1ヶ月前とかかな、買ったばっかりだけど、なんかうんって感じ。ずっと買ってもらったケースはずっと使ってて、で最近買って、自分で買って、でもなんかそうシール貼っちゃったし、なんかしっくりこなくてだからうん、新しいの欲しいんだよね。というかなんか今欲しいものがあるの。欲しいスマホケースを見つけて、だからそれがすごい今欲しいから、それに変えようかすごく迷ってるけど、さすがにまだ早いかなと思って、買ったばっかりだからって思ってるんだよね。そう、前のこの1個前のスマホケースを結構ずっと使ってたよ、私ずっと使ってて、でさすがにもうなんかボロくなってきたから変えようと思って今のやつに変えたんですけど、でもなんかノリで買っちゃったから、このケースを。そうだからすごい気に入って買ったわけじゃないのよね、このケースを。だから新しいのが欲しいそうシール貼っちゃったし、欲しいと思ったら買い替え時。うん、そうだよね、迷ってる迷ってるケース、すごく迷っている。買おうかな、でもなーって感じ。なんか前のスマホケースはすごく気に入ってたの、色合いとかめっちゃ気に入っててずっと使ってたんだけど、衝動買いはするタイプですか？するタイプですねうん、もう日替わりで日替わりか。そうね、買っておいて日によって変えたら、うん確かに買おうかな。高いんだよな、欲しいやつが。だから迷ってる、値段で迷ってる、それにするかどうか。そう、でもさ、スマホケースって毎日使うじゃないですか、だからそれなりにまあいいのかなとかも思うけどな。買おうかなめっちゃ迷ってる。サイショッピングの味、サイショッピングのお時間ですか？いやちょっと違うんだよな。買おうかな、めっちゃ迷ってるんだけど今。だるまありがとうございます、背中をしますみんなに背中を押されて、でもなんかメンバーにも言ってて、そのケースを買うか買わないかみたいな話自分で決めろよって思うじゃん。でもなんかメンバーにも話してて、すごい迷ってるんだよねって。そう、買っちゃいなよって、無責任買っ
そう、私がなんで迷ってるかっていうと、今のスマホケースを買ったばっかりなのよ。なんか多分これ買ってなかったら全然買うんだよ私。でも買ったばっかりでさ、みんなでお揃っちはしないですお揃っちはしないですね。いくらいくらとか聞く聞いちゃう。バラありがとうございます。じゃあ今のスマホケース買い取ります。え、買い取ってくれるの？シールついてるけど大丈夫。じゃあ気が向いたら買うことにしますね。買います。買うことを決意え、買おうかな。オークション？あ、今の私のスマホケースオークションするそれで買うそれで買う、売り上げで。そうしよう嘘ですみんなに背中を押されたので。検討してみる。なんか本当はなんかネットじゃなくてなんか実物を見て買いたいんですよ私って。すごくだからなんかすごいそれで迷ってる。なんか実物を見たいなっていう思いですね。まあでもなんか最近すごく欲しいものがたくさんあって大変なんだよね。欲しいものがたくさんある。でも私そんなになんだろう、めっちゃ物をバババババって買うタイプでもないんですよ普段から。なんかなんだろう、買うときはなんかまとめて買うんだけど、それ以外では全く買わないんだよね私本当に。そうでもなんか一回買い物とかに行くと結構そこで買うかな私は。一気に買う、そのなんだろう、ノリっていうか、なんかその今しかないみたいな感じでいつも買っちゃう。そう、だよね、みんなそうだよね勢い大事だよね、わかる。そう思う私も今でしょ、そう今でしょ。ネットで買って気に入らないものは返品しちゃう。ああ、返品したことないかも私。おしゃべり会の件も勢いでついつい勢いいいですね でもなんかネットってさすごい楽やん、買うの楽だけどさ、なんか生地感とかさ、なんか思ったのとちょっと違かったみたいなあるよね、たまに。あれこういう素材だったんだとかってちょっとがっかりするときある。こんばんは、こんばんは。でも今はなんか特にさ結構通販使う方が多いんじゃないかな。私もさ最近なんか通販が多い。そう、服はね当たり外れあるよね。さやはレビュー参考にする。うん、する、私します。レビュー見る。バラありがとうございます。まあでもなんかネットってなんか気軽にポチっちゃうよねめっちゃわかる。なんか
実際に店舗に行ってこう見たら買わないかもしれないであろう商品を買っちゃうね。なんかネットのそういう通販ってなんかさ、同じ値段でもなんかさ、なんか買いやすくない？すごい、なんかそんなになんか重みを感じない。そう、しかもさ、なんかネットの方がさ割引とかでさ安くなったりするじゃん。だからそこがいいよね。ハートバラありがとうございます。お得？ハートありがとう。それなね、そうだよね。ついつい買いすぎてしまう。わかる、わかる。さやのグッズもついポチっちゃいます。あ、それはいいことですね。それはいいことですね。今さやギターのグッズ予約販売してるので、ぜひぜひ T シャツタオルよろしくお願いします。サヤのグッズにはお金を惜しみません。ありがとう。ありがとう。ポチったよ、ありがとうございます。サヤショッピングです。ありがとうございます。皆さん、時々ね、サイヤショッピング挟むので挟みます。チカナの1万円生活って何ぞ。1万円生活なんだそれ。前やってたやつか。節約ってこと？今やってるらしい。あ、そうなんだ。あ、でもさ、前やってたよね。なんか何年か前にやってなかったっけ。その時すごいって思った。そうなんだ、また始めたのか。すごいね。あと、ありがとうございます。私もやろうかな、1万円生活。1万円生活いつまで？今月ってこと？はあ、スタバ飲まなきゃいけないからさやには無理だ。そうじゃん。そうなの、私スタバ飲まなきゃいけないの。サヤは無理か。いや、でもいけんじゃない？ 1 万円でしょ？私言うてそんな毎日お金使わないよ。でもスタバは飲みたいね。あのかぼちゃだっけ？始まるじゃん、あれは絶対私飲むので。ダメですね。だってあれいくらだ？700円ぐらいするのかな。期間限定のやつって700円ぐらいするよね。って考えるとちょっと高いのか。高いか。でもさ、私あれが出てほしいんだよね。スイートポテトが出てほしいんだよね。去年あったじゃないですか、スタバのスイートポテト味。あれめっちゃ大好きなんだよね。一番大好き、あれ本当に。だから出てほしい。
次ぐらい狙ってる。あれ本当なんか限定ねしないでほしい。あれを楽しみに生きている。いろいろ始まるよね。最高だよね。なんかこの季節最高よね。最高すぎる。食欲の秋って、あ、そういうことなのね。食欲の秋ってそういうことか。美味しいものいっぱいあるし、それだ。柿の種美味しかったね。なんか柿の種、新潟のやつ、スタバのやつ、どんな感じと思ったけどね、普通に美味しかったね。こんばんは。焼き芋フラペチーノモバイルオーダー、あ、なんかそうらしいね。なんかモバイルオーダー限定でなんか先に販売してるらしいけど、ちょっとよくわかんない。ちょっとよくわかんないからいいやって感じ。家計簿アプリっていうか家計簿、あのノート派ですね私。昨日とね、ハリウッドデビューして、え、そうなの？海外行っちゃったんですか？すごっ。え、すごくない？え、柿の種だけ？柿の種だけ？あ、フラペチーノじゃなくてってこと？柿の種が、あ、そういうことね、びっくりした。スタバのさ柿の種フラペチーノがさハリウッドデビューしたのかと思って、びっくりした。え、新潟すごくないって思って。そういうことね。こんばんは、こんばんは。そうなんだ。え、ね、びっくりした。びっくりした。世界に叩いちゃったのかと思った。ね、なんかね、選抜されたのかと思った私。そんな好評だったんだって思ったら、そういうことね。お菓子の柿の種ってこと。あ、そうなんだ。え、でもすごいねそれは。ね、どんだけ売れたんだよ。ありがとうございます。でも美味しかったけどね。美しすぎる、ありがとうございます。すごいなんか食べ物の話になっちゃった。星2周完了。なんかこういうコメント見るとすごいイベントを思い出す。ありがとうございますって。うん、メロン飲まずに終わってた。え、わかる。私もさ、地元のさ茨城のメロンフラペチーノみたいなやつだったんですけど、私も飲まなかったよ一度も。でもなんか友達が飲んでたよ。こんばんは、レモスターありがとうございます。美味しいって言ってたけど、私飲んでないから分かんない。まあでも普通に美味しいでしょ、メロンは。うん、そう、茨城はねメロンが有名なんだよ。地元、そう、地元なのに飲んでない。私あの限定のやつで飲んだのはあのあれですね、
柿の種とティラミスフラペチーノだけ。こんばんは。どれもありがとうございます。ティラミス美味しかったよ。ティラミスだっけ、ちょっと忘れた。東京のやつ。こんばんは。あ、ティラミスじゃないか、コーヒーゼリーか。なんだっけ、ちょっと忘れた忘れてしまった。コーヒーゼリーだったかな。あ、どっちだっけどっちかです。どっちか。東京のやつ。でもなんか気づいたら終わってたね、あのなんかコラボ。ね、なんかいろんなの飲みたかったけど、まあいけないじゃないですか。京都とかすごい、抹茶だっけ、すっごい美味しそうだった。いいなあ。ありがとう。もう8時過ぎたんだね。てか早っ。京都来たことある？ありますよ。でもそんなめっちゃ行きますみたいな感じではないあれです、あの修学旅行とかって行った、何回か。なんか正直学生の時は魅力っていうか、なんか楽しかったけど、そういうお寺とかに魅力を感じなかったけど、なんか今はなんかいろいろ見たいなって思う。逆に景色とか。ほうじ茶だったよね。あ、ほうじ茶か。なんかさ、集合写真みたいなの撮るじゃないですか、学生の時って。そういう京都とか行った時ってなんかそれで撮ってたんですよ、私たちのその学年のその集合写真をね。こう階段みたいなところで撮ってて、そしたらなんかその光景をめっちゃそのなんていうんだろう、観光客の方にめっちゃ写真撮られてたどういう状況みたいな。面白かったんだよね。そう、清水寺の、あ、それかな。そう、なんかすごいみたいな、なんかあ、撮られてるみたいな知らない人にえみたいなすごい笑った記憶がある。それ、そう、なんね、ちょっと面白かった本当にめっちゃおもろい本当に。何だったんだそう、面白かった。誰もありがとうございます。こんばんは。誰もありがとう。多分あれですね、なんか大勢いてさ、なんか学生がいるみたいなのが珍しかったんでしょうね、きっと。わかんないけど、それで多分おおみたいな感じで撮ったんだと思いますけどちょっとよくわかんなかった。久しぶりに卒アルでも見ようかな。あー、卒アルね。卒アルでもなんか開くタイミングないよねどういうタイミングで開くんだろう。た
まに見ると面白いのかな。こんばんは。大阪京都行きたくなってきた。めっちゃわかる、めっちゃわかる。それもうずっと行ってないもんね。この前卒アル開いた。あ、そうなの。見せてよ。見せて、みんなの見せてください。ぜひ今度修学旅行が存在しない国家だったから羨ましい。そうなの。そうなんだ。なかったな。